皆さんどうもこんにちは、ノモです。さて今回も引き続いて平家物語の第7話を見ていきたいと思います。前回は源頼朝さん、あの意外だな、ひょろっとした感じの源頼朝さんが出てきて、かの有名な富士川での戦いが繰り広げられました。結果は戦わずして源側の勝利でした。その戦いぶりを聞いた平清盛は激横ぷんぷん丸、その時のリーダーを務めてた平維盛はそのことをきっかけに自分を追い込んでいくようになります。さてこれから本格的な人殺しの戦いが始まり、平家 VS 源氏の戦いが激しくなってくると思います。個人的な話になるんですけど、さっきまで進撃の巨人を見てたんですよね。そして進撃の巨人を見終わった後に今から平家物語を見るんですよね。あっちもこっちもバタバタと人が亡くなっていって、戦争パラダイスです。ああ戦争ばっかりです。気を取り直して見ていきましょう。平家物語第7話です。ゴー。それでは見ていきたいと思います。平家物語第7話です。椿の花が咲いてますね。ぽとりと落ちて水面に浮かぶ椿の花。あ、あつ森や、あつ森ね、前回出てきたよね。ギッチョウという遊び清盛の頭と玉を呼んで遊んでんのね。あつ森かわいいな。なんかゴルフみたいな感じかな。あや、りわちゃん何してんの。あ、猫ちゃん、前回出会った猫ちゃんやんな。あら可愛い猫ちゃん、眉毛が特徴的で可愛いね。京都に戻ってきたん。へー、半年で戻ってきたん。すごい早い引っ越しやな。しかもなかなかその当時は遠出やったと思うけど、そんな半年で戻ってきてんや、なんでやろうな。まあ見ていきましょう。オープニングです。第7話。この字素敵。都を元に戻してんな。上皇様も相変わらずちょっと体を体調崩しちゃってるね。興福寺、なんとの寺。ちょっと興福寺やったりなんとの寺やったり。興福寺って確か奈良にあるところやんな。で、なんとも確か奈良やんな。地域関係がよくわからん。まあ、とりあえず、鹿やんな。鹿ってことは奈良やんな。なんとですよね。奈良でもそんな戦いがあったってこと。猿沢池のほとりに晒し首を並べおった。え、興福寺の僧となかなかやばいことするな。重衡、そなたが総大将となり南都へ向かえ。戦いの準備ですわ。平家 VS 南都の僧兵たちやな。興福寺の僧兵は刀しか持っていない。戦いが始まってんな。平家 VS 原始っていうよりかは、えいえいおー、平家 VS 僧お坊さんみたいな感じやな。この当時の戦いの模様がちょっと気になるな。どこで戦っててんやろ。あ、そっか、火を灯してみてはってそういうことね。寺に火をつけようと。そしたらこっちの勝利は見えたもの。民家を燃やすの。寺とかじゃなくて民家を燃やすの。えげつないことするね。まあ寺を燃やすのもえげつないけど。にゃんにゃん、猫ちゃんと一緒に寝てたの。どうしたのかの。にゃんにゃん、かわいいね。あ、見ちゃった。あ、反対の目で見てるから死者の魂を見てるんか。あー、大仏様が。清盛、東大寺まで燃え落ちた。東大寺まで燃やしちゃったんだ。たたりがないと良いのですが。確かにね、なかなか大仏様を燃やしちゃったらたたりを考えちゃうねこういうのが癒し、こういうのが一番の癒し。あー、燃え広がったのは風のせいか。なんとは元には戻りません。あれ、スケモリさん、お前見たといい感じになったんですか。よかったじゃん。なんとの寺が焼けちゃったから何の行事も行われなかったの。重衡、寺を燃やしちゃったからそのたたりが怖いんかな。上皇様がまさか高倉。高倉天皇そんな体調悪いの。後白河法皇の後宮、どういうこと。つまり徳子は高倉上皇が死んだ後は後白河法皇側につけってこと。いいえ、私は心より上皇様にお仕えしてまいりました。どのようなことがあろうとも上皇様より他にお仕えする気はございませぬ。まっすぐな瞳でそんなこと言われたら出家いたします。徳
子の意志は強かった。あ、そうなんだ。徳子勇ましいね。本当に勇ましい。あら、安徳天皇美和って喋れるようになったの。あら、安徳天皇かわいいね。安徳天皇、上皇さん亡くなったん？高倉上皇。あ、亡くなってんや上皇様。上皇様、高倉上皇と徳子の見たのかい。高倉上皇死者の姿が見えるんか。なんか怖いな、清盛が暑がってる。それにしても今日は暑いの。冬にございますよ。もうこれは清盛の死が近づいてきてる。あらあらあら、熱が下がらない。わあ、水が蒸発するぐらい熱を発熱したって歴史には書いてありました。そして嫁もうなされる。うわあ、悪夢じゃ、もののけじゃ。今炎に焼かれております。無限地獄の底へ沈まれることでしょう。熱そう。この言い残しは名言やな。ただただ頼朝の首を見なかったことだけが心残り。頼朝の首をはね、わしの墓の前にかけろ。これは最後まで徳子と清盛が分かり合うことはなかったんかな。え、清盛のお屋敷が燃えてる。清盛のお屋敷燃やされたん？ああ、死者を見てる琵琶に何かできることはあるのかな。琵琶ちゃんが初めて自分から何かをしようと。これから平家はどうなるのだ、我らはどうなっていくの、知りたいのだ。北も東も西も皆源氏に着いたではないか。父親はいない、爺様もいない。これから一体どうすれば。確かに琵琶に頼りたくなる気持ちはわかる。これ森出ていけ。それは本心か、それは本心なのか。助森や、助森、助森のことはようよう分かっておる。琵琶出て行ってんや。巫女の姫君、厳島の巫女。巫女の姫君誰やろ。え、徳子、はい、ということで見終わりました。感想を言っていきます。はい、ということで見終わりました平家物語第7話です。さて、今週の平家物語は平家大仏を焼く、清盛、シス、琵琶、家出するの3本でした。来週もお楽しみに。じゃんけんぽん、バイバーイっていう冗談は置いといて、はい、今回は平家滅亡のカウントダウンのコングが鳴りましたね。カーン。今まで通り平家に逆らうやつは皆殺し精神だった平家はついにお寺や民家にまで手を出すようになりました。仏の呪いか、今まで死んだ人の恨みか分かりませんが、平清盛は水が蒸発するぐらい圧熱を出して亡くなってしまいます。平清盛を失った平家はこれまでの恨みを一気に引き受けるかのように周りは敵だらけになってしまいました。今回一番グッときたシーンは徳子の私は泥の中でも咲く花になりたいとまっすぐな目をして言うシーン、あそこはグッときましたね。父親の駒として生まれドロドロの社会の中で生きてきた彼女の凛と生きる姿は美しい花そのものです。私も徳子みたいな女性になりたい。はい、そして最後のシーンでは助盛がいいキャラしてましたね。平家滅亡を察して琵琶を守るために琵琶を平家から追い出す助盛、琵琶といがみ合ってた助盛やからこそできる立ち回りやったし、普段は見せない助盛の優しさでできた嘘の言葉でしたね。こうして琵琶ちゃんは平家と離別するわけですが、琵琶はこれからどのようにして平家の滅亡を見届けることになるのか、そして来週からは追い詰められていく平家を見ることになるでしょう。気が重いですが来週もしっかりと平家の行く姿を見届けていきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。やあ。